チャオ、あっちゃんです。ただいま、2月16日18時20分、今ちょっとね、晩ご飯の準備、ご飯、お米仕掛けて休憩中、ね、この後まだ晩ご飯作るんだけどもね、どうもね、帯状疱疹っぽくて、体中が痛いっていうのでね、今日ちょっと病院行ってきました。皆さんにご心配おかけしました。本当にごめんなさい、ありがとうございます。みんなの言う通りね、病院行ってきてお薬をもらってきました。なんかね、痛み止めと、何やろ、ウイルスを抑える薬、ヘルペスを抑える薬みたいなやつをもらってきて、で、お昼ご飯の時に飲んでんけどもね、さ、飲んだすぐに効くわけでもないねんけど、体中が痛くて、へこんでおります。はい。で、へこんでるっていうか、お昼ご飯食べてね、薬飲んだら眠くなってね、ちょっと横になっててね、で、横になって起きた時に、寝られた。昨日もずっとここ数日寝られてなかったんけど、寝られたっていうことで、体の痛みがマシになってると思ってんけど、動いたら全然全身痛いね。たまりません。はい。で、その中でね、ちょっと今、コメントをチェックしてたらね、お目覚めしようとしない人、いや、お目覚めしようとは思ってんねやろうけども、その、今の生ぬるい環境から表に出られへん人たちのコメントがあってね、もうへこんでおります、正直。もう体調悪いのもあるから余計かもわからへんねんけども、言ってることが全然伝わってなかったんやなと。で、分かってくれてる人は分かってくれてる、ライブで分かってくれてる人が数人いてて、正直ライブで分かってるしてくれてる人も、20〜30人やと思います。正直ね、あっちゃんの言ってることが分かってくれてる人で、なんでこんな分かりづらいのかって、みんなが分かってもらえへんのかっていうのは、要はストレートに言えへんこと、実際思ってることをストレートに伝えると、ほぼほぼの人は分かってくれるやろうと思うねん。でも、報道統制、言論統制があって、言っちゃうと消される、消されたら元も子もない。だからやっぱり言葉を選ぶことによって伝わらない。それとあとやっぱり、GHQ による洗脳教育によって考えることを失っている。ほぼほぼの人がくれくれ、教えてください、教えてください、何ですか、私には分かりません。いや、それは分かりませんじゃなく、分かろうとしない、そして考えようとしない、今の生ぬるいお湯から出ようとしない行為やと、あっちゃんはそうとしか思えない。だからあっちゃんは考えてくださいって言ってるはずです。自分で考えたら、脱することはできると思うね。で、例えばね、今コメントちょっと上から見てくるとね、どこだ、教えてください、目覚めたらどうなるんでしょうか、考えてください、結局あなたもネット情報をもとに配信してるんですよね。実際自分が目で見て現地に足を運んだり、図書館に行って本を何冊を読んだわけでもないのに、お目覚めしてるんではない。いや、本もちゃんと読んでます。ネットだけではない、テレビ、メディア、ネット、いろんな情報を得てるんだけど、実際現地に足を運んで何がわかるのかやね、そんなものはね、ただ単なるお目覚めしようとしない人の言い訳でしかない。で、何が分かんのかって、現地に行かな分からへんだったら、あんたは何が分かってるんですかっていう話でね。で、北方領土がソ連の時にロシアに現代と反対する、そんなものは完全な幻想です。はっきり言って、北方領土をなぜ返さないのか、それはあっちゃんの動画で言った通り、それを分かってない人っていうのは、やっぱりお目覚めしようとしてない。もう、ね、あれコメントはどうかなと思った。だから、結局ね、スマホでいろいろ検索して自分が興味あったり信じたことについて話してる、あっちゃんが平和ボケと言っているお目覚めをしない人も自分なりの考えなんかないよ。平和ボケの人はメディアの洗脳を受けて、その世界の中でしか生きてない。だから人がネットのでいろんな検索して興味のあること、興味あるも何もないね。やっぱり今そのネットでも言われてないこと、テレビでもネットでもどっちかっていうと北方領土返還されへんことに対して文句言ってる人しかいてないのよ。で、その中にあっちゃんの解釈で話してる。それはもちろんあっちゃんなりの考えだけなのかもわからへん。でもあっちゃんの考え方っていうのは他に、あんまり例がない。どちらかというとネットの話をも反対にしてる、
話やねん。それにさえ気づいてへん時点で、学ぼうというか自分で考えようとしてない。何回言ってもダメな人はダメ。もうはっきり言ってね。で、もっと歴史を勉強した方がいいですよって、その勉強してる人が何を配信で勉強した方がいいですよって言ってる、あなたの勉強した歴史っていうのは塗り替えられた嘘の歴史です。だからあっちゃんはみんなが歴史勉強せえって言うてる人とは真逆なことを言う。それはみんなが勉強してる歴史っていうのは作られた嘘の歴史やねんね。例えば第二次世界大戦の GHQ の話にしても、幕末明治維新の話にしてもね、日本にしてみたら、で外国諸外国にしてもせね、その間違った歴史教育が、国と国との対立を生んでる。もちろんロシア、と日本は仲の悪い国ではない、中国、日本、仲の悪い国でもない、韓国、日本も仲の悪い国でもない、のになんで国と国とが戦ってるのか、それは間違った洗脳教育にあることやねんね。これ今日ちょっと話しようかなと思ってね、2つほどネタを仕入れてあんねんけどもね、体が痛くってね、ちょっとね、動画が撮れてなくってね、そんなことないね、そんなのあったりね、なんかちょっとおかしなコメントが多いよねとあっちゃんは思うのね。あっちゃんは誰に教えてもらったわけでもなく、誰の受け売りでもない、ブレない。それは何か、自分の考えを話してね。あっちゃんの考えが正しいのかって、正しいかどうかは分かりません。あなたも自分で考えてくださいっていうことでね。で、考えるっていうのと否定するっていうのは違うのよ。だから考えて自分なりの結果を出したらそれでいい。だから自分の結果を出してね。だからあっちゃんと話が同じですっていうのも違うと思う。でもあっちゃんと同じっていうところに行き着いたんやったらそれでいいと思うし、受けるふりをしないでねって言ってんね。あっちゃんはあえてじゃないけど、極論というのか逆転論を話したりするときもあるね。それで気づいてほしいわけなのよ、で、YouTube もメディアの一部ですよって信じるのは危険です。確かにそうです。だからあっちゃんは言ってるでしょ。だからこの人も、分かってないよね。メディアのテレビは 95% 嘘です。でも 5% ぐらいの真実はあります。インターネットは、半分から7割ぐらいが嘘です。だいたい3割から半分ぐらいが真実がありますって、どこを見ましょうって。だからそれを鵜呑みにしろとはしたことも言ってないよね。インターネットの嘘を見抜いて自分で考えましょう。その考えた答えが間違えててもいいねん。でも考えましょうって言ってるのに、この答えもう今日は反論ばっかり、この反論のやつらに答えが全くないっていうか、持論が全くない。ただ単に人を否定してるだけやねんね。じゃああなたの考えは何です、私はこういう考えですっていう人誰もおらへんのね。でやっぱよっぽどね、こうお腹が痛くってあんまりあれだけど、で、あらゆるメディアの情報の正誤判断分析、より多くの人に分かりやすく伝える、ジャーナリストじゃんって書いてあるんだよ、その答え通りやねん。やっぱりいろんな分析をして伝えるっていうのがね、本場のジャーナリストやねんね。やっぱジャーナリストっていうのも全てが正しいと思ってやってない。やっぱり自分なりの解釈でやってる。だからテレビの、このテレビは嘘やって言いながらテレビの話すのおかしいけど、みんなが鵜呑みにしてるテレビのね、司会者 MC、アシスタントで、解説員とか、コメンテーターとかいっぱい何人か出てて、あちゃ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 喋ってる。みんなでああだこうだああだこうだ喋ってて、それは何かって言ったら、みんな自分の持論を話してる。その中に答えなんか出てへん。答え出た番組なんかないねん。それは何かっていうと、テレビっていうのはね、直接訴えかけるもんやから、みんなを洗脳するために、言ってみたら偏った話、コロスケに関してもね、コロスケは怖い、コロスケは危ない、コロスケでこんなにいっぱい感染してる、こんなに怖い、こんな予防しましょう、早くワクちゃんができたらいいとか言って、そんな話で結局話し合いをしてないのね。押し付けたいことに導いてるだけやねんね。そうじゃなく、あれらの人たちが、賛成論と反対論に分かれて議論をして、そこで答えが出なくて、出たらあかんねん、出たら誘導になるね。だからあっちゃんは誘導っていうか、あっちゃんも一つの YouTube の配信者として、他の配信者も見た上で自分で判断してねって言ってね。で、その中であなたの考え方はおかしいですよとかって、もうその意見はいらんねんね。
おかしいんじゃないねん。これは一つの意見やね。取り入れるか取り入れないかはあなた次第やって言ってんねんね。だから目覚めてないっていうのは何かって言ったら、メディアを信じきって人を潰そうとしたり、人に言いまかそうとしてんねん、この人たちみんなね。そうじゃない、あっちゃんもみんなを言いまかそうじゃない。みんなで考えてねって、その考えて行動してねって言ってね。でも行動せずに反論しかしてない。反論しとる暇あったら自分なりの正しい行動をすればいいね。で、例えばワクちゃんしとって、ワクちゃん危ないと言えば思ったら打たなければいい、ワクちゃんが安全やと思ったら打てばいい。打ちたくないのに打たないといけないって相談してきたら、あっちゃんは危ないよっていう答えを出した。そしたらするかしないかは自分で考えればいいのに、また危なくないでやりたいとか、やらないといけない、そこは自分で考えてっていう話やねんね。だからそれを持ち込む場じゃないのよ。こっちは言ってみたら、みんな言ってるとしてね、 YouTube っていうのはメディアやねん。そう、一方的に話をして、他の YouTuber でもせないけど、一方的に話をして、それを伝えるのが YouTube。で、考えて行動するのが視聴者やねんね。うん。で、勘違いしてるのはコメント欄でやり取りできるからと思ってるけど、だからあっちゃんあんまり返事せえへんっていうのはそこやねん。自分で考えようねっていうお話やねんね。一体は、考え方が、考えちゃ、頭が回らない。まあ、そんな感じやねんね。今日朝からのね、朝からの話の、ところにもモノモスケに変更したんだけど、これはモノモスケでも何でもないよね。あっちゃんはメディアのおかしさを伝えてるだけやからね。メディアってオールドメディアのね。で、関係ないな。あんまり深い話がないね。で、まあそんなところかな、今回ね。ちょっとね、今日2つほど動画出した感じのね、コメントを見てるとね、なんか何件かコメント消えてるな、消したんかな。さっき見た時にね、なんかいろいろあったんやけどね、なんか、ね、これ俺が教えたとか書いとったことだけど、誰も教えてもらったことは一つも伝えてません。あっちゃんは自分で考えたことしか伝えてない。ただ単に話が意見が多っただけかしらんけど、まあそれいいけどね、乗っかり、ね、マウント取りたいなったら取ってもええけどね。あっちゃんははっきり言って、他の人の話も参考にもするし、他のねメディアとかいろんな話を参考というか、まあ、一応情報としては入れるけど、自分で考えたことを話してる。あ、正しいなと思ったらそう話するし、誰かが言ったからって乗っかることは絶対しない。そんなブレることしてると正直見えるもんも見えてこない。だからいろんな配信者さんがおってね、でその人らが言ってることで、あ、違うなと思ったら違うっていうし、正しいなと思ったら正しいと思うし、その人が言ってることとあっちゃんと同じこと言ってたら、あっちゃんと同じ意見なんだねって、その話やねんね。ただそれだけであって、でないとね、あっちゃんは何のために今こうやって危ない橋渡ってんのか意味がわからへん。わざわざね、はっきり言って、お眠りさんを寝かしといたらいいねん。ほっといたらいいねん。そうやってこの世の中行っても、あっちゃんは、気づいた。で、気づいた人たちだけが、まあ、生き残るってよく言われるけど、あっちゃんは気づいた側の方の人でね、生き残ればそれでいいと思ったらそれでいいねん。ただ、そうじゃなく、一人でも多くのあっちゃんの視聴者さんが、気づいてほしい。何に気づくのかっていうのがね、まあ、要はね、簡単に言うたらね、この世の中は、誰かに回されてんのね。自分がこの世の中を回してるんじゃないね。世の中を回されてんね。で、要は決まったシナリオ通り、もう何百年前に決まったシナリオ通りにこの世の中は動いてんねんね。そこに気づいて、そのシナリオの中でどうやって手の上で転がされるかっていうのを考えないといけないね。そのシナリオから外れることは難しいね。ね、よっぽどの力がある人間しかね。あっちゃんもなんだかんだ言っても、その決められたシナリオ通りの世の中に生きてるわけよ。だったらそのシナリオを分かった上でどういう行動を取るのか取らないかっていうことを自分で考えてやる。それが大事やねんね。だからみんなが一喜一憂する。何かがあった時に怒ったり、何かがあった時に喜んだり、何かがあった時に泣いたりね。そんなものは最初からもちろん自然に起こることもある。自然災害とかね、あるけど、そうじゃなく起こされたことっていっぱいある。で、国会議員にしても、悪と善とか、
闇と光って言われてるけど、その中に何があるのかっていうのを分かって生きるのと分からず生きるっていうのはこの世の中どう違うか、どこに結果が出るのかっていうのは自然と見えてくるはずでね。なんでこんな回りくどい言い方するかっていうと、ズバッと言うと消されちゃうからね。で消されたらやっぱりみんなを導くことができなくなる。だからあっちゃんは言葉を選ばないといけない。でこの奥に何があるのかっていうと、考える力を失った日本人に考える力を持ってほしい、うん、って言ったら、ほぼほぼ 95% ぐらいの人は、はあ何言ってんか分からへんって言うと思うね。でも 5% の人には理解できてんね。その 5% の人は気づいてる人やねんね、うん、で気づいてる人はあっちゃんの話を聞きたいって聞きに来てくれる人やね。でもそうじゃなく反論したり人の話を潰す人っていうのは、結局オールドメディア、洗脳、GHQ が洗脳、 GHQ っていうかね、 GHQ っていうのも要は上っ面におるショッカーやね、黒いショッカーやね。そうじゃなく総裁、元々の人が何をしたいのか。だから、例えばこれ次の動画で話するネタやねんけども、韓国人が日本の文化を潰したっていうことで怒ってんねん、日本人がね。で中国人が、日本人のとある女の子が、とある行動をした時に中国人がそれに対して怒ってんねん。でそれで中国人を叩いてる日本人がおんねんね。そのね、中国人韓国人を叩くっていうのは単なる、水面の上の戦いやねんね。そうじゃなく水の下、水面下で何が起こってんのかっていうことを考えないといけない。それはあっちゃんが、悪の組織が言った言葉をいつも使って言ってるやつ、目の前にいてる隣国と喧嘩をすること、近隣の者と喧嘩をさせることによって怒りの矛先がそっちに行く、裏で誰が操っているのかを見せない、そうやって戦いっていうのは大事なんだよ。それにハマってるだけやねんね。ね、これで気づいた人っていうのは、あっちゃんが言ったことがわかるはずです。シナリオの上、手のひらの上で転がされてんのか、手のひらの上で転がされてるのに気づいてどういう流れに転がっていくのかっていうところね。要は近隣を喧嘩させろとしてんのやったら、それに気づいてそれを配信していくことによって近隣の人たちと喧嘩をやめれば、そう、おのずと叩く相手が見えてくる。だから配信者を叩いたりとか、嫌いなって思って叩いてる、嫌いなと思ってんのは単なる思い込まされてるだけやねんね。だからこうやってあっちゃんの言ったことに分からへんって、今この動画に対して文句言って叩く人、今日の昼の北方領土に関しても、ね、その前のメディアの違和感の話にしても、人の話に食いついて文句言ってる人っていうのは文句言っていくとこが違うね。なんでこういう話をするか言うと、こういう話し方をするか言うと、悪いやつらはあっちゃんの言葉を牛耳ろうとしてんねんね。あっちゃんが言いたいことをズバッと言ったら消される。だからあっちゃんは周りくどく言わなあかん。だから周りくどいから、それに対してあっちゃんに文句言うんじゃなく、なんで周りくどく言わないといけないのか、誰がそうさせてるのかっていうところを見ると、おのずと叩くところは見えてくんねんね。またこれ次回ね、その中国と韓国が日本にしたことによって、日本人は韓国人と中国人を叩いたらダメなんだよっていう話をね、しようと思うんだけどね。これちょっとね、体調が良くならんとね、うまく話せん。痛いからね、集中力がね、落ちてきてね、今日この話もあんまり集中力落ちててやってるから、うまく伝わらへんかもわからんけどね。休めって言われるけど、休んだらね、一日その話がずれたらね、また、もったいないでしょ。早くそういうことは伝えたいでしょ。だから今日ライブでも話しようかな。でも本当に痛い。たまりません。ということで、そろそろ、魚でもさばきましょうか。では、またね。バイバイ。